皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、このウクレレで気持ちよくこうリズムがカチッとはまってね、弾ける方法をこのベトナムの泊まっているホテルの部屋からお届けしたいと思います。ですね、ガズさんこうウクレレ YouTube やっているとですね、いろんな質問を受けるんですけど、まず初心者の方がまず困るのがですね、8ビートなんとかできた、8ビート自体のリズムはできたんだけれども、一緒に歌うと無理。要は一緒に歌えないっていうですね。8ビートだけ。こういうのはなんとか弾けるようになったと。その後、これで、例えば踊るポンポコリン歌おうとすると、なんで、あれダメだ、歌えないっていうふうに、そんな声をよく聞くわけでございます。歌だけは歌える。リズムの8ビートだけは弾ける。こんな方がどうやったら歌いながら弾けるかという、そのヒントになる動画をこのベトナムホーチミンからお届けしたいと思います。まずですね、基本的に8ビート、ちょっとおさらいしますよ。見ててね。じゃんじゃじゃ、パッ、膝を叩く。これをガズレレ流、よく言ってるやつ。ちょっと見てて。じゃんじゃじゃ、パッじゃん。じゃんじゃじゃ、パッ。この膝叩くときに、音が出てないところでこうリズムがあるんだという体にこう叩き込むという、これをわあ、ものすごい重要視しているわけです。そうすると数字で言うと1、2、3、4、1、2、3、3拍目にパシッてる、ここをグッと感じながらね、体に覚え込ませる、ここがまずキーポイントになる。それが気持ちいいリズムの第一歩と思っているんですけど、ひとまず8ビートの超基本的な弾き方、ここにリンク貼っておくんでね、見てくださいよ。ここでまずこの8ビートの弾き方マスターしてほしいんですけど、おさらいで、この3拍目のこのパチッと叩くところが、いわゆるこう音が出てないのにこうリズムを感じるキーポイント、まあ何回も言うんですけど、これを使うんです。例えばじゃあ踊るポンポコリンです。ちょっとですね、ホテルのこの便箋に書いたんですけど、見て、なんでここ赤く囲ってるところあるでしょ、ここが膝叩くところなんです。で、ここの何でもの上に黒い点がある、ここリズムが始まるところです。何でも、ここで膝、かで膝を叩くでしょ。それで、みんな伸ばしてる時にここ赤いブロックがあるから、ここで膝叩く。踊りをおでマークがついてて膝叩くいるよ。ちょっとこの1行目をやってみましょうか。なんでもかんでもみんなあつつ踊りを踊っているよ。ここの赤いボックスが3拍目ということですから、ね、やってみましょうか。ちょっと今日はベトナムにいるんでテロップがうまく出せないかもしれないんですけど、膝叩くところは字の色を変えて赤とかピンクとかにしてみようかな。多分できると思う。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもこの3拍目の、言葉に赤い印をつけてノートに書いてみる。例えばガズレレ歌本とか、あのリットミュージックから出てる本もその言葉のところにちょっと点つけるんですよ。そこを3拍目だ。要は3拍目を感じ取るのが8ビートで一番難しく回り、そこが分かると楽しいんですよ。もう一回いますか。何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ。はい、こんな感じで自分のやりたい曲に3拍目に赤い印とか黒い印でも何でもいいけどマークをつけて、その時に膝を叩く、これですよ。何回も言うようですけど、もう一回いきますよ。何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、はい、この3拍目を言葉の単語でまずは察知するってことがポイントになると思います。大体やっぱ3拍目を感じられないからリズムがね、こうごちゃごちゃになっちゃうっていう事実がまあありますからね。で、やっぱりこう手の動きがね、こうあのガズレレ流ではよく言うこの時計の振り子みたいな、ずっとこうコンスタントに動くことでこうグルーヴというかノリが生まれるわけですから、はい、一応ダメな見本をやってみますよ。これダメですかね、わかる、なんでダメか、これ触れてないでしょ。じゃあいいやつね、方はずっとこういうふうに手が動いてる。ちょっ とグルーヴが失われてる弾き方っていうのは、じゃんじゃ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 止まってるでしょ、手が。じゃんじゃ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 んじゃじゃ、一見聞くと分かりづらいんですけど、これがもう本当数ミクロンがこう積み重なって、なんかこうしっくりこないリズムになりますからね。じゃんじゃじゃ
なんかこの膝の時の3拍目っていうのをすごく意識した方が、この8ビートっていうのは逆にあの早く体にこう入ってくると思います。もちろん慣れてきたら膝叩かなくてもいいですけど、ここをグッと感じることが8ビートの肝になりますからね。はい、その大事な3拍目で言葉にチェックを入れる、これをまずやってみてください。はい、でですね、今度8ビートができるようになったら8ビートのチャもやりたいでしょ。そうするとね、なんだ、なんでもかんでもみんな、すごいでしょこれ。じゃんちゃった膝、じゃんちゃった、はい、ちゃのとこと膝のとこと色を変えて点を変えてみる。なんで、ででちゃですよ。もかは膝でしょ。んでも、なんでもかんでもみんな、踊りぼっと言っているよ。これゲーム感覚でこうやって取り組む。言葉、ひらがなで書いていって、ね、茶の時は星マークつけたり、色を変えてみたりとか、それも次のステップに役立てると思います。まずは、3拍目の膝叩くところに赤いチェック、赤でも何でもいいですけど、はい。その後に、茶の、8ビートの茶でやりたくなったら、今度、茶のところもちょっとニュアンスを変えて書いてみるとか、そういうことをこうゲーム感覚で楽しみながらやるのがいいと思います。なんですけど、これができたからってよしじゃないですよ。やっぱり基本的にはやっぱ音楽はどうやって始めたかって言ったら、豊かで楽しい気分になるためにこの音楽ってきっと始めたから、やっぱり最後は何も見ずに覚えて、外の綺麗な景色を見ながら、大好きな人を見ながらこの音楽やる、ここにたどり着くためのまずステップですからね。まずでも何にも分かんない時にはもうしょうがない、やっぱそうやってトレーニングでも、なんかこう死んでりむっつりね、辛いしんどい顔してやるんじゃなくて、やっぱりそういうのもゲームやってるみたいに面白く体にこうグッと入れていって、やったできたっていうこう気持ちよさ、リズムにね綺麗に乗れるようになると本当に気持ちがいいんで、それを体験していただきたいと思います。こういうのを参考にしてまた音楽どんどん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、ガズさん今ベトナムにいるんですけど、今日もか日本に夜中に帰りまして、また日々ね、また日本での、日常が戻ってくるわけですけど、そんなことで、音楽で楽しく過ごしていきましょう。ありがとうございました。さあガズさん、このウクレレで日本全国イベント飛び回ってます。その最新情報と、あとこのベトナムで作ってるウクレレの最新情報、今ベトナムでこれで動いてますけどね、あと本の情報とかガズレレに関する最新情報を、いろいろこのガズレレ .com でチェックお願いいたします。はい、それでは皆さん楽しく音楽やろう。さよなら。